まずは98年エクセレントビリヤード2で見せたエフレン・レイズのこのショットをご覧いただきましょう。8番と9番がトラブルになっていたんですが、7番を入れる際に見事切り返して割ってきました。ただ割れ方は思うようにいかなかった。8番9番が近くに残ってしまい、8番をカットで入れても手玉は9番に当たってしまいます。この難しい局面、レイズはどう考えてくるのか。9番に当たるのはしょうがない。むしろ厚めに当ててクッションをたくさん使って走らせて、先玉をコントロールしてポジショニングしようという、先玉のポジションプレーを見せてくれました。さすがはエフレン・レイズ、ザ・マジシャンです。今度は同じ試合から対戦相手の高橋邦彦選手のスーパープレーをご覧いただきましょう。ブレークで1番が入りましたが、取り出しの2番が難しくなってしまった。右上のコーナーに入れるためには5番がどうしても邪魔になってしまいます。ただでさえ難しいカットの2番、普通ならセーフティーに行くところですが、攻めの高橋、ここはどうするんでしょう。さすがに渋い表情をしています。ただ目線の先は5番のあるコーナーポケットだけ。慎重にストロークを取ります。狭い5番の横をすり抜けてクッションをはわせて巧みに2番入れてきました。さすがは攻めを持ち味とした高橋選手、大胆に攻撃して見事2番をポケットしています。99年サンズリージェンシーオープン決勝対レイズ戦におけるラミール・ガレゴのプレーです。4番をポケットした後、手玉が9番に当たってトラブルとなってしまいました。5番はサイドポケット横のクッション際、非常に難しいところにあります。8番も近いし、ガレゴはこの局面どうしてくるのか。5番8番の関係を確認に行きました。対戦相手のレイズも気になるのか覗き込んでいます。やはり8番の存在が非常に邪魔だ。9を置いて測っていますガレゴ。さあ構えに入ります。ガレゴ大胆な発想で腹切りバンクで5番を決めてきました。ただスローで見るとよくわかるんですが、どうやら5番8番とキスした後にサイドポケットに向かって進んでるんですね。ということは腹切りのキスインということになります。2001年 US オープン対ラルフ・スーケー戦で見せたコーリー・デュエルのスーパーショット、ドローショットが引けすぎてしまったか、ネクストの4番へのポジション失敗です。8番で隠れてしまいました。前クッションで行ってもいいんですが、ネクストの5番も難しい。さあどうするのか、コーリー・デュエル。
すがは若き天才コーリー・デュエル。ジャンプショットで8番を飛び越えて4番を入れるところまでは普通のプロでも発想できるんでしょうが、そこから強烈なバックスピンを加えて5番に見事にポジション、しかも9番と6番のわずかな隙間を通してくるあたり、さすがは天才プレイヤーです。同じ試合から対戦相手のラルフ・スーケイのショットをご覧いただきましょう。さあ穴前に1番が残った。ただネクストの2番が本当に難しい。5番でコースブロックされています。ここにポジションするにはどうしたらいいのか、あるいはセーフティーを考えるのか。さまざまなテクニックを持っているラルフ・スーケイ。今9で測っているコースは手玉を5番の方向に進ませようということなんでしょうか。ただ穴前の1番、当然入れるのは簡単ですが、意外なスピンがかかったりしてポジショニングは難しい。慎重に確認して構えに入りました。結局前クッションで1番を入れて、その後押しのカーブでしょうか、微妙なカーブを加えて5番に当てて2番へのポジション、強引に作ってきました。しかも力加減が絶妙、強すぎていけず弱すぎていけず、ぴったりと5番を押して2番へのポジションを作ってきました。さすがは皇帝ラルフ・スーケイ。